どうしてもです。今回はエッグエッドガチャ第4弾ヨークが来たということでやっていこうかなと思います。赤のディフェンダーということで、まずスキル1、まあこれは普通のね、吹っ飛ばしスキルだねということで、スキル2に関しては、これ眠りスキルということでね、スキルボタンを、ずっと押してる間は、ダメージ減少が入って、その間回復すると、でその後移動速度が上がるって感じだね。でクールタイム37秒ちょっと長めだね。スキル2から発動一定時間でお宝のゲージが 200% 増加。へえ。でしかもダッシュ速度 30% 減少だから敵虫ダッシュにも強くて、でさらにお宝のゲージ量が 200% 増加なんで、いやだからめちゃめちゃゲージ回復早いってことでしょ。でスキル2から発動時間、ああなるほど、スキル2が発動してる時に、お宝ゲージの超過を超過して、敵虫回復できるってこと。あ結構面白そう。でスキル1これ20秒でしょ。あめちゃめちゃ面白そうだね。でスキル2から発動時間状態上、あめちゃめちゃ面白い。向上にしてはマジでおもろいぞこのキャラ。まあ強いて言うならダメージ減少無視のスキルの時にもうマジできついって感じだね。でその時だって状態異常とかも入んないで、しかもその後解除したりとかして、回復もできる。ちょっと面白そうだね。敵に魅了的化状態にされた時スキル1のクールタイムは 50% 短縮して、体力が 50% 回復、体力が 70% 以上受けるダメージが 50% 減少。やばくない？ダメージ減少めっちゃ多くない？このスキルで 70% カットだもんね。で他には、バーチャルパッドで移動してる時スキルの、スキル2めっちゃ速くなるじゃん。バーチャルパッドで移動してる時めちゃめちゃ面白いんだけど。体力が 50% 以上的に見れば敵チームとして、表示される。まあディフェンダーなんでね。でお宝ゲージを18、結構面白い。チームブーストゲージ回復、結構面白い。最近の工場めちゃめちゃ面白くない？まあということでね、今回ガチャ引いていきますかということで、まあ今回もね、チケット引いてからステップアップ引きたいんで、いやー今回神引きしたいと言いつつ、まあこのね毎回僕チケットのこの確定枠全然出ないんですよね。ほらひどくない？これ 20% だっけ？一応あるよね。今俺6連続で外して何も当たんない、何も当たんないし、でその後ステップアップガチャでしょこれ。最悪なんだけどマジで終わってね本当にガチャ運が。まあということでね、今回、まあ、工場キャラまた出たんですけど、まあガンホールから工場キャラ全く出てなかったんだけどね、急に出るようになったね。全然当たんない。ちょっと待って、それどころじゃない、もう工場久々とかどうでもいい。まず当たって、まず一体、なんかちょっと今ラグかったからワンチャン当たり説、ワンチャン当たり説、なんか一瞬ラグくなったよね。これあるぞ、これ体感あります、自分の体感。あった、本当にあった、マイナス1。そっか工場だからマイナス2でもあんのか。お腹すいた。いいね、とりあえず OK。 とりあえず1周目で2体当たるんで、まあこれで70レベルと。でこういうことで、あと確定枠2体で85、あ3体当てないといけないの？結構厳しくない？全然当たんないし、それで言ったらなんか道中でなんか変な確定枠で当たってるけど、さっきから道中で全く工場なんか 2% でいいんじゃないですかね。ワンちゃん、ワンちゃん 2% じゃダメっすか？ 1% ってきつくないっすかね、こんなステップアップ。ひどい、やばい、これマジでもう爆死にも程がある。本当に爆死、おい、めちゃめちゃオーブンがめちゃめちゃ見えた。いやまあ赤属性多くね、赤属性当たってる量多すぎて、なんか全てがなんかヨークに見えたんだけど、これ当たんない、マジで当たんない。やばい、終わってる今回ガチャ、マジでこれ超滅ですか、やばい。道中で一回も当たってなくない？待って、俺確定枠以外で当たってる？確定枠っていうか、なんかステップアップの最後のさ10周目11連目は星4確定だから、なんか当たるとして、全然当たんないんだけど。あと3体いか、終わってるって、あと3体ここからだってもうフェス限引くみたいなもんですからね、正直。嘘、あと3体しかも全然当たる気配ないんだけど、それで言ったらちょガチャポイント俺953ポイント、もう交換全部俺上限いっちゃってんだけど、ちょっとガチャポイントなんか切り替えられない、ちょっとやばい、爆死にも程があるぞ、なんとかして、ちょっとなんとかしてください誰か、本当に当たる気がしないんですけど。待って、俺マジでさ、1% の枠で1回も引いてなくない？1% の枠でまだ1回も引いてないよね俺。なんか最後なんか 10% みたいな、なんか星4の確定のところはまあ 1% じゃないじゃないですか、実質多分。これやばくないっすか？俺マジで俺今超ミスぐらい当たってないんだけど、工場キャラが。嘘でしょ？いやまあ全然許せないけど、全然まあ出たけど許せる量じゃないこのダイヤの使い方は。ちょっと俺1000個使う、1000個プラスチケット買ってるんですから、あと1体なら機嫌よく、ちょっと機嫌よくなっちゃう。あと1体までは持ってったけど、まあ実質は来た
実質1000個使ってるっていう。あ、できてた一発目で。まあ、ということで今回100レベル使っていこうかなと思います。レッツラッコ。ということで1戦目やっていくんですけど、今回やっていくのはヨークということでやっていくんですけど、いや初プレイやっていきますか。これあえて C1 でいきます。これでシャンクスが取ってくれたら取れないんで、どうしよっかなって感じなんですよね。まあそこは当たっちゃうということで、おとなしくね、これは、あ、待って、これ C 抜けそうやな。で、カイドウがなんかしてくれる、魔獣食らわない。で、これで超過どう？どう？あ、早い！めちゃめちゃ早い！超過めちゃめちゃ早い！早すぎる！で、これで吹っ飛ばして、OK？ はい、これはあれと一緒ね。誰だっけ？やばい、名前出てこないけど。まあ、スキルはこんな感じと。で、通常攻撃もこんな感じ。なるほど！超過めちゃめちゃ早いわ。いやこれ超過して超過してけど、なんかまだなんか使うのもったいない気もしなくもなくない。使っちゃおう。一旦使ってこれ使うことによってで超過するでしょ。でこうやって移動するとスキル2がめちゃめちゃたまんの早早すぎない？たまんの、え、めちゃめちゃ早くない？いや工場キャラこんぐらい尖ってると面白いわ。なんか変にさバランス取れてるキャラとかよりもさ、これなんか面白いキャラの方がいいよね今もうもはや、もはやね。さあ、ということで、これ2かね。はい、2かは、はい、ジャスしといて、ダメージカットはサーサール。全然食らってない。こっち寝てるだけですけどね。こっち寝てるだけですけど、全然食らってない。なんかいっぱい来てるけど。行け、移動しろ、移動して寝るスピード早くしろ。で、シャンクスいるから任せて、で、下これ、電池店には味方じゃないんだよね。敵マップで映ってるからね。あれ？ジャックがカイドウに勝った？嘘だろ。さすがにさすがにそれは近づけさせない。でこれは1,2の OK 3で、はい OK 1,2 の OK 3で、からのこれジャスして1からの OK、 これはダメージ減少無視なんでちょっと危険だけど、押し出されてる。めっちゃダッシュ速度遅い。めちゃめちゃ遅くなかった？で今少しでも離せばこうやって、なんかあるんで、最悪。お前ジャック、お前スキルチェーン聞いてる？いたー、ごめん。ちょ、ジャックのスキルチェーンのせいで吹っ飛ばそうと思ったけど吹っ飛ばせなかった。ちょっと待って、いたやられた。はい、ということで2戦目やっていくんですけど、まああんな感じでね、皆さん分かったと思うんで、まあ今みたいに使っていきますか。まあやっぱためんの早いよね。でこれカイドウが多分、いやこれ写真地点争い勝てたらな、勝てたらこれは、まあでもこれやる必要ないしな、眠る必要もないんで、まあこうなったらやっぱディフェンダーだよねっていう感じだよね。シャンクスさんがまああっち攻めるとか。うわいるな、あそこに寝てるやついるわ。ちょっと待って、これ、うわ、ウタがね、そう、ウタのカバーも別に、俺らできるわけじゃないから、あ、でも、ウタこっち来てくれたな。あー、シャンクス見ないんだったら、だいぶありがたいけど、シャンクスどこ行った？シャンクス落とされてるわ。まぁ、ちょっとこれは、まぁ、体力回復だけでもしとこっか、一旦回復量見てみるか。あ、でも結構回復するね。これが6段あるってことだもんね。あ、意外と回復するな。で、これから、多分カムサリが来る。見えない、カイドウ、それ。マジで見えない、それ。本当に移動速度、いや、いいよ、いいよ、全然、全然、これで、はい、スキル2が溜まって、で、これで解除できんだよね、多分。これで解除が、状態以上解除して、1、2、3、4、5で、6段目で回復して、移動速度が上がる。あ、もう一回押せます。あ、もう少し長かったら移動速度上がるって感じか。まあ、なるほど。まあ、そんな感じってことね。なるほど、大体分かってきたわ。まあ、面白いキャラではいるな。ちょっと面白いキャラではあるな、やっぱり。さあ、これは、ここら辺で一旦ジャスしといて、ここら辺で食らうけど、ナイス。オッケー、青カイド味方、ナイス。かといって、ディフェンダーなんで、あ、でも今、俺敵陣にさ、敵に扮してるからさ、これちょっと裏取りチャンスじゃね？下手したら。下手したら裏取りチャンス。からの吹っ飛ばし？吹っ飛ばして援護していきたいところでもあったけど、いや、これ裏守んないとダメか。これ1、いた。まあでも、あそこ結構減らしたんで、多分大丈夫だと思うね。オッケーオッケー、それは正直。どうせ回復の音が解除されるからね、別に。さあ、ここは、スキル2が、オッケーオッケー、味方ナイスからの、オッケー、それはデカすぎからの、これ回復するから、30% で食らっても、その後全部回復するからね。これすごくない？これシャンクスに対して結構刺さる気がするけどね、この使い方。で、マックスまで使うと、起き上がって移動速度が上がるって感じでね。こういう感じでゲッターみたいにも使える可能性が若干だけあるか。で、これ今ワンチャンあるぞ。シャンクスがあっち行ってくれてて、これカボチャ間に合わなかったら全然あるよ。
かぼちゃ間に合わなかったら全然あるから、ここら辺で1、2の OK、3でシールだけ割っといて、シールだけ割っとけば裏もワンチャンケアできるのでは。でさあ OK、 これはカイドウを見てくれてる、これ撃っちゃう、吹っ飛ばしちゃう。あ、待って、カイドウこっち来る、ちょっと待って、じゃあここで寝るじゃあここで寝る、これ最強じゃないこの戦法で、超過めちゃめちゃ早いでしょ。であっちはさっき削った歌なんで多分大丈夫で、はいはい、もう遅いよカイドウさん、それは遅いよと、はい、いうことで、ナイス。え、いいじゃん、めちゃめちゃちょっと面白いじゃん。ということで3戦目やっていくんですけど、いや結構ありじゃないこのキャラということで、あ、これ C1 戦争は勝てないか、まあ、ということでこれで超過のスピード見ます。またいやこの速さマジでえぐいよな。いや、やっぱり、いや、まあそっか、アトラスも言うてそうだけど特徴的か、ハタッカーも最近は。いやだけどね、やっぱディフェンダーとかゲッターとかはなんか火力が高かったり脱出速度あったり、まあアタッカーは倒すことしか結局できないじゃないですか、結論。まあなんでね、ちょっとここスイッチを、ここ任せろって言おう、ここもはや任せろなんだけど、任せてもらって、はいはいはい、こんなん余裕っすよ正直。正直カムサリ食らっても全て OK だからね、食らっても、すごい押し出し、そうさっき押し出しが多すぎてね、これで、はい、あ、スキル消えた、あ、やばい、ケーブこっちみたいな、ナイス、それはめちゃめちゃナイスからの、あっち C1 でいけるかな。まあ、ということで、この移動してる間にまた、スキル2が溜まっていくということで、いやいや、おもろいな。いや、だからアタッカーも火力だけじゃなくて、なんか違う方法でなんとかしていけたらなと思うと、先打ちしとこう。あ、オッケーオッケー、それだったらオッケー。からのこれで回復を先に回復しよう。もう一回、よし、もう一回回復、オッケー、もう一回、30パーキンだ、もう一回、前、もう一回、もう一回、もう一回、耐えすぎだな。あ、やばい、逃げられたら終わる。これ逃げられたら終わるの難しいな。これジャス、おわ、俺らとの共闘、ナイス、ありがとう、いいね。でもよくないにしても今のガイモンみたいな使い方じゃないこれ、スキル1もスキル2もなんか嫌がらせがすごいマジで。あー、歌あっち行くな、この感じちょっと足りないだろうな、セラだけじゃ。まあ、ブーストも来るんでね、あー、オッケーオッケー、こっちまで来てくれるなら全然ありがたい。あー、そうだよね、あ、どっち来るんだこれ。あー、オッケーオッケー、じゃあこれはジャスしといて、1、2のオッケー、3で、1、2のオッケー、3で、いや、これスキル2中のこのダッシュ速度の遅さを信頼する。どうどうどうよ、どうよ、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、見て見て、超過めちゃめちゃ速い、超過めちゃめちゃ速いぞこれ、これ速すぎる、ちょっと待って、やばすぎだろこの速さで、吹っ飛ばしてくれてる、で、このカボチャまた来る、で、これ吹っ飛ばしておく。あー、なるほど、これ握られるか、痛すぎー、それ痛すぎるから、ここ中入ってこれで寝ちゃう、一回剥がせ、一回剥がしてくれればある、うわ、惜しい、それあと1回剥がせればワンチャン。てかさっきさ、どっちに吹いてたからさ、もしかしたら虹に取れたのかな。そう、お前歌が強すぎる、シンプル、お前くっそー、うざすぎる、待て、いや、それは OK、 それは全然 OK だけど、それは全然 OK だけど、やっぱ歌しんどいな、やっぱキャラとして強いっていう感じするよな。さあここはじゃあ絶対ここ守る前になるか。さあこれはとりあえず、握ったら OK、 あ、もう勝ちだわ、この時間で握んないだったら勝ちだね、ローアがいても勝ちってやつやな。さあ、オッケーで、これは最後、ここ寝ちゃって、ちまあ、ということで、あれでした。ということで、ラストをやっていくんですけど、いや、待って、これ最強の布陣じゃね？ディフェンダー。てか、でかー、ブロギー。カイドウちっちゃ意外とカイドウちっちゃということで、4戦目はちょっと今まで注目してこなかったことをやっていこうかなと思います。それ何かというと、チームブーストゲージの増加を意識してやっていきたいんで、まずこっちを素早く超過させます。素早く超過させて、ヤマト来ちゃったんで、ここにいます。いいね、ちょっとチームブーストゲージがね、増加がね、やっぱシンプル強いんで、そこをねちゃんと返したいけど、待って、早くねやられんの、ちょっと、あ、カイドウさん、カイドウさん誰にやられたんだ、ルッチのランキャー食らっちゃったか。まあじゃだとしたらしょうがない。で、これは味方ナイスで、あー、これ耐久一生できるな、ヤマトだったら。なるほどね、これちょっと面白いね、この耐久は。さあ、ブルーの来てくれたけど、これ誰かヤマト見て面白くないこいつ見んの、だって俺ここにいるだけだもん。だっていや、これ任せようかな、ブロギーに任せよう、ブロギーに任せて、僕は今回はチームブーストゲージの、浄化を、あ、浄化じゃねえわ、増加を目的としてするんで、今回超過を、目的として、これ見て見てて、これチームブースト溜まりますよ、これチームブースト来るよ、
ほら一気に来た。これ俺が超過したことによって一気に来たんすよ。だから今回はね、それを目的としてやっていこうかなと、はい、思います。ということで、この1からの、カムサリーは使わないんだと。これストーンオッケーからの、これで逃げれ、逃げんな逃げんな、カムサリー当てろ、俺にカムサリー当ててくれ。よし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 、これでチームブーストがたまる。はいはいはい、そういうことそういうこと。でどんどん呼ぶよっていうことよ。で割合ダメ、もうちょっとよ、なんか普通に通常攻撃のよろけ方異次元なんだけど、ちょっと待って、こっち超過ちょっと減ってるんで、こっちを超過しに行きますね。眠って、お前、お前何やってんの、来んなよ、え来んなよ、えマジで来んなよ、え本当に来んなよなんだけど、え何やってんの、ボットかこいつ、こいつはボットなのか。痛い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 、ボットでも別に何もで何かできるわけじゃないこいつは。オッケー、いや回復しろ、一旦回復して、オッケーオッケー。でチョーカーが来る、はいはい、そういうことなんですよ皆さん。このキャラの使い方、もしかしたらこれチームブーストを呼ぶようかもしれない、超過と。もしかしたらタイル目的で使わないかもしれないな、それで言ったら。さ、これは長押し好きだから、これやばい。あ、終わった終わった終わった。ね、通常攻撃おかしいって、マジでおかしい、これは。あ、オッケー、これ大丈夫。おら、オッケー、一発当てて、全然食らってない。え、マジで食らってない。やめてー、爪痕やめてー、やめてください。すごい、え、すごい、え、すごくないそんな狙うそんな狙うかっていうぐらい狙われるんだけど、ちょっと待って、これ。痛い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 、ナイス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 からの、これ取っちゃって取っちゃっていいよ佐々木、オッケーオッケー。で6交換残ってるかもしれないから、俺は逃げるね、一旦そこ当たんないから、一旦だけ耐えて、一旦耐えて、そしたら俺もう少しでスキルに使えるようになるんだ。そしたらこいつも、ああくそ、俺にタゲかかんなよ、今避ける必要ないと思っちゃった。いやだけどね、この方法結構ありだと思うよ。だってチームブーストが来るの早すぎない、あそこ飛べないか。ということで、まあ勝ちかな、うん、すごい多くない、え、あっちは、え、これなんか殺意高くない、俺にこっち守んない、え、こっち守った方がよくないか、え、なんでそんな2人で俺のこと見る。